坪井久米蔵坪井久米蔵から1936年1月21日は日本の歴史学者東京帝国大学教授摂津国西成郡九条村に生まれる幼少時は僧侶のおじに教育を受けた14歳の時父を失う以後親戚に引き取られた翌年から大阪改正書で学んだ17歳の時 東京外国語学校に入学し、翌年卒業し、東京改正学校を受験し入学する。1881年東京大学文学部、政治理財学科卒、1885年度理学部応用科学科卒、文学士と理学士の学位を受けた。1883年、在学中から文学部で私学を講義し、1886年、29歳の、 時、講師、その後文学部と理学部の教員を兼務した後、私学に、専念のため1887年ヨーロッパに留学して、ベルリン大学、プラハ大学、ウィーン大学、チューリーヒ大学に学び、留学は4年間に及んだ。西洋私学、私学理論を学ぶ。1891年10月、帰国。翌月、34歳で、 帝国大学文科大学教授となった。1900年、43歳で、歴史地理の講義を開始した。1899年創立の日本歴史地理研究会の会員であり、その期間し、歴史地理に、論文、歴史地理とは何ぞやを1900年に発表した。1904年文科大学長、1923年、定年退官。 1924年より、国学院大学講師を移植される。1936年、老衰のため死去。1900年、東京学士会員会員。後に、帝国学士委員会員。西洋史のみならず、草加博士と共に、日本の史料の工程も行った。岡田敏博著、日本地理学人物辞典。 金星編市原書房2011年80ページ。この論文で、歴史地理学は、地理学の一部であって、史学に属するものではない。その任務は、地表面の性質と、その変化によって生じる人類の生活状態、社会制度、国家制度の変遷を研究することにある。そのため、それぞれの地表、地盤を実地研究し、研究地図を作成しなければならない。 と述べている。服部とりと自転有名人の死亡診断金大編181ページ、官報第2545号、ジョニー及び、事例1891年12月22日。官報第5451号、ジョニー及び、事例1901年9月2日。官報第6995号、ジョニー及び、 事例1906年10月22日。漢方第3223号、除人及び、事例1923年5月1日。漢方第6148号、除人及び、事例1903年12月28日。漢方第1310号、付録、事例1916年12月13日。ありがとうございます。